おはようございます。今ボンシット BTS の近くにあるウィークエンドマーケットのチャチクチャクにいます。今日もそんなに暑くないので、だからちょっと買い物したいです。じゃあ行きましょう。では今日のタイ語の勉強は、買い物するときに必要な言葉です。ではこれです。タオライはいくら、そしてロッノイナはちょっと負けて、はい、次はバグレオ。はい、これから日本人の探しに行きましょう。すみません、はい、あの今ラコの、 あの番組を作ってるんですけども、ちょっとこのタイ語を言ってもらってもいいですかね。はい、タオライロッノイナ。じゃあ今度はあの、はい、実際に使ってみましょう。はいはい。あ、にたおらいか。2800か。あ、ろのいな。2500か。2500か。か、OK か。どうですか。はい、安くなったので嬉しかったです。こんなに最後は丈夫ですよね。うん、まだまだですけど、コミュニケーションが少しずつ取れるようになって嬉しいです。あ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。